前半6分に、まあ、酒井さんからのパスで、まあ、早い段階で点決めれたんで、まあ、それは流れ作るところだったんですけど、まあ、ちょっと点決められちゃって、まあ、1回止まったんですけど、まあ、結果は俺かなっていうのは感じます。だってパニックにしろ立ち上がり試合の入りから、全員がまあインテンシティの部分ですごい低くて、もうちょっと最初からやっぱテンション上げて、ハイインテンシティでゲームを進められたらもっと優位に立てたんですけど、まあ点は決まらなかったですけど、しっかり1点先に取ることができたので、あの優位にゲームを進めることができたかなと思います。まあ本当今日は、まあ立ち上がり早い時間に点入ったんですけど、その後すごいチャンスを生かせなくて、でそのまま攻めてたんですけど、まあ、何回かピンチもある中でやっぱりきっちり決めなかったんで、後半の立ち上がり追いつかれてちょっと苦しい展開になってしまったなと思います。で、まあ、あの2点目入って、まあ、3点目4点目5点目と、まあ、取れたのは良かったんですけど、やっぱり、ね、あのチャンスをしっかり生かしていかないと、あの苦しくなってしまうなっていうのが本当に今日の印象で、まあ、本当自分も最後3点目と5点目は決めましたけど、本当にそれまでのチャンス、もっと決めなきゃダメなことがあったんで、まあ、本当に反省するところが多いゲームだったかなと思います。そうですね、まあすごい厳しい試合というか、前半は本当に、まあ、相手に合わせてしまったというか、まあ、自分たちで崩れたような感じで、まあ、難しい試合だったんですけど、まあ、後半はなんとか立ち直して、まあ、あの点取って勝てることができたかなっていう感じです。ビアティン・クアナ、まだまだ試合ありますので、会場に足を運んで応援よろしくお願いします。ファンクラブ等も募集してますので、これからも応援よろしくお願いします。サイン書いてもらったら見せたら。